で復活するんだけども、うん、ちょうどその時に、旧日劇を壊してマリオンを建てたのね東宝が、うんうんうん、そのマリオンを壊すぞっていうことでゴジラが登場してそれが逆に有名、うん、その頃から今度はゴジラがどこを壊すっていうところから身長が壊すものの対象で、はい、今回は何メーター何メーターですげえ変わりますよね。そうそう、84年の時にそれまで一応50メーターだった身長は、うん、最後新宿の都庁とかに出ていくんで、うん、そのビルドの比較でやっぱ頭出したいんで、うん、80メーター設定になって、うん、で VS ギドラも80メーターなんだけど、うん、なんやかんやあって、100メーターのゴジラになっちゃう。それでしばらく100名だったんですね。しばらく100名。しばらく100名、うん、そう。壊す対象によってもそう。そうです、そうです。知らなかった。絵柄で。あ、そっか、そっか。でも、そういうもんで、長いこと気づかなかったんだけど、うん、最初のゴジラその50メーター設定だけど、うん、国会議事堂の向こうからガーってこう、有名な写真あるじゃないですか。はいはいはい。あれ、議事堂ってこっからまで60メーターありますから、ね。あ、そうか。じゃあ、何寸法的に合ってないんだ。映画的な嘘。嘘なの。そうそうそう。だから俺が一番印象残ってるのは、あれ何年だ、キングギドラの時か。港未来の。ああ、VS。